地元応援つながるニュース、今日は中野ブロードウェイからお届けしています。ではここで特集です。杉並区の夏の風物詩といえば東京高円寺阿波踊りではないでしょうか。例年およそ1万人の踊り手が100万人もの観客を魅了する高円寺夏の風物詩ですが、近年は新型コロナの影響で屋外公演の中止が余儀なくされています。しかし今年は屋外公演こそ中止となりましたが、先週末ザ・高円寺で舞台公演が行われました。待ちに待っていたという方も大勢いらっしゃるのではないでしょうか。今日はその舞台公演の様子をお届けします。杉並区高円寺北にあるザ・高円寺で27日28日の2日間、夏の風物詩東京高円寺阿波踊りの舞台公演が開催されました。では初めに通りに見立てた桟敷での迫力ある流し踊りをご覧ください。そして後半は舞台踊りをお届けします。こちらは葵神殿。葵神殿は1967年に創立、徳島葵連の姉妹連として高円寺に誕生。大名行列を思わせる木遣りを先頭に、うちわさばきが光る赤い法被の子供踊り、時に激しく時にしなやかに踊る女踊り、笑顔あふれる息のいい男女法被踊りなど、軽快で独特なリズムを刻む鳴り物集、これらが織りなす葵神殿独特のパフォーマンスをお楽しみください。ひょっとこねん、1964年に創立、本場徳島うずき連の姉妹連、360度どこから見てもきれいよくしなやかな踊りを目指し、ゆったりとした情緒あふれる鳴り物が心を体を震わせます。高円寺では歴史の古いひょっとこねん、踊り心と笑顔を大切に踊ります。こちらは写楽連、1980年創立、謎の浮世絵師写楽に魅せられて踊り続ける写楽連です。連風は人の輪をモットーにする老若男女、子どもの小写楽も参加する楽しい連です。徳島の成長阿波踊りを追求し、日々練習に精進しています。厳しい練習があっての踊りの楽しさを分かち合える仲間の踊りをご覧ください。阿波踊り連協会に所属する連の皆さんによる迫力の合同踊りです。めったに見ることのできないランブは迫力満点、最後までじっくりご覧ください。ちなみに高円寺では地元商店街でお買い物をして杉並区共通商品券が当たる高円寺阿波踊り応援商店街セールを開催中です。9月26日までですので、ぜひ皆さんお早めに高円寺へ行ってください。さあそれでは後半をご覧ください。東京天水連、1985年創立。天水とは天から降る水と阿波踊りさえあれば他は何もいらないというほど阿波踊りに情熱を注ぐ人のこと。連員全員がいつもこの気持ちを胸に日々阿波踊りに取り組んでいます。
夏の思い出に東京天水連の踊りを焼き付けていってください。江戸っ子連、1970年創立、徳島の清張阿波踊り阿呆連の弟子として、阿波の心と音にこだわり続ける江戸っ子連です。豪快な提灯踊り、サシにこだわる女踊り、静と動を奏でる鳴り物の心と汗をじっくりとご覧ください。踊りの様子はご覧の J:COM チャンネルで、こちらの日時に放映予定です。お見逃しなく。来年こそは野外での公演、私も見に行きたいです。ここまで特集でした。